はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイアーエンブレムイフトーマ王国編第11章やっていきたいと思います。やっと匠が仲間になりましたね。これで主力が1人。匠なんだっけ最初。あ、いた、弓使いか。まあでも風神弓もかだいぶ強いからな。で、あと温泉をね作ったんですよ。今回女主人公なんで、ちょっと温泉かなり楽しみっすね。温泉で一休みしましょうか。これは水着かな。これ、あ、動かせない。特に、あ、できた。ズームズーム。え、向こう側向けないのかよ。なんだよ。とりあえず中に入ろう。多分一人しか入ってこないんだよね、温泉レベル1だから。誰がいたっけ今、女性。アクアとか死んでるけど入ってくるのかな。はあ、いい湯ですね。誰も入ってこない。寂しすぎるなんて寂しすぎるんだ。ちょっともう少し進めてから温泉入ろうかな。じゃあ、物語の方進めていきますか。11章、共闘。囚われの出雲皇王イザナを救出し、兄弟の一人匠を仲間に加えたミカミックスたち一行は、白夜の忍びたちを救い出すため深い森へ踏み込んだ。風魔の森か。共闘ってことは、そろそろ暗夜の人たちが仲間になるのかな。だいぶ白夜はもう仲間になってきたからな。あ、皆さん待ってください。向こうに何か見えます。あれはのろしですか。あれは兄さんのあげたのろしです。え、サイゾウさんの意味は何です。はい、大規模な敵兵力と交戦中、そう示したものでしょう。何ですって。でしたら助けに行かないと。いえ、忍びがあののろしをあげる意味は助けを求めてのことではありません。この敵に襲われぬよう自分を見捨てて逃げろという意味なのです。だから行くべきではないのです。そんな、いや、行くべきだ。よし、皆さん準備を整えてください。すぐに助けに行きます。どうして危険なのですよ。はい、それでも行きます。私はただ追ってから逃げているわけではありません。仲間を集めるために旅をしているんです。一人では立ち向かえない強大な敵に立ち向かうために。そして斎蔵さんも私の仲間です。その仲間を見捨てることはできません。ミカミックス様、ありがとうございます。まあ、鈴風、お前は助けに行けないけどな戦闘に参加できないから。のろしはこの辺りで上がっていましたが、斎蔵さんたちはここにいるんでしょうか。わからないわ。でもここはもう風魔公国の領内よ。随分と暗い森だから迷わないようにしないといけないわ。複数の足跡が奥に続いているから、これをたどっていけば。それは罠なんじゃないか。大丈夫か。匠が先陣を切ってるな。これ危ねえだろ、刃物さ持ちながら歩くの。なんだか暗くてジメジメしています。ちょっと怖いかも。仕方ないな。怖かったら僕のスサでも掴んでなよ。ありがとうございます。それにしてもこの森は入り組んでるな。まるで迷宮だ。匠様、危ない。手裏剣。これは風魔公国の忍びのものです。何、僕たちのことを始末するつもりということか。はい、そのようですね。すでに複数の忍びの気配が近づいています。囲まれるのは時間の問題かと。みんな迎え撃つ準備を。とりあえずまたあれだな、ドーピングはしよう。と思ったけど、ドーピング剤が足りないなこれ。あと匠あたりをやっとくか。主力キャラをヒットポイントの薬あと2つしかないし、力もつけとくか。防御はな、必須だからな。先発隊どうなってんだ。1つ枠が空いてんな。やっぱ人足りてないんだ。こういうね、ちょっとね、上下左右から来るって。あれ、これあれじゃん、オロチとユーギリじゃないか。あ、こいつらが助けを求めてたのか。そういうことか。そうすると主人公を速攻で向かわせて、多分ね、話せば分かってくれると思うんだけどな。鈴風がいないからダメーみたいなこいつら防刃組ましとこうかな。主人公もギュンターと組ませるから、ちょっとこいつここに置いて、
あ、主人公動かせないの？防塵ほい。あとはリンカもね、弱いっちゃ弱いんだよな。モツメ単独でいいか。よし、これでちょっと行きましょう。森の入り口に何者かが侵入したようだ。お前を助けに来た仲間かもしれんぞ。まんまと罠にかかりよってバカなやつらめ。なあ、白夜王国龍馬の進化、くの市影楼。なんということ。貴様は忍びの風上にも置けん。この風魔公国は白夜の同盟国ではなかったのか。白夜の同盟国だと？残念だが私はガロン王と手を組んでいてな。こうして戦端が開かれるのを今か今かと待ち望んでいたのだ。この戦で白夜を滅ぼせば、風魔は白夜に代わる王国として認められる。そうすればこの私は風魔王国の王となるのだ。この下道がどうとでも言え、負け犬が。どうせ人質の価値がなくなればお前は死ぬ。お前たち、この者を牢にぶち込んでおけ。仕方ない、任務で死ぬことは覚悟していた。だが龍馬様のご命令を、あの伝言を皆に伝えられないことだけが心残りだ。おい、カゲロウが捕まっているというのはこの辺りか。そうじゃな。石膏からの情報だとそのはずじゃ。しかしこう入り組んでおってはどこにおるかわからんの。こればかりはわらわの町内でも皆目見当がつかぬ。とにかくじっとしていても始まらん。辺りを探ってみるぞ。たまらないですわね、この殺菌に満ちた場所。邪魔者の殲滅はこの夕霧にお任せくださいな。ここでなら敵の断末魔はさぞかし美しく響くのでしょうね。くれぐれも無理はするなよ。こんなところで命を落とすわけにはいかん。かげろう、待っていろ。今助けに行く。 あれは斎蔵さんたち。ええ、彼らが戦うべき敵は私たちの同じよね。敵の敵は味方。斎蔵と話をすればもしかしたら一緒に戦ってくれるかもしれないわ。やっぱ話しに行くのか。ってことはこいつを下に置いといた方がよかったな。まずこいつをぶっ倒す。大丈夫です。道を開けてください。これは40くらい当たるかな。46。うまくいきました。強い。こいつはもうマジで、おお、そうだ、こんなんあったな。龍脈はもう使えねえからな。左のやつらどうしよう。この弓兵かなり危険だな。匠でな、倒せるやつは倒しときたいけど。くらえ、かせ。よし、ナイスだ。で、こいつのまじないで弓兵は排除完了。弱いの？確かに。風魔常任かよこいつ。マジか。ここすっげえあれだな。敵の数が、うおー、しかも多すぎるな。マジかよこれ。全然先に進めない。こいつらもちょっと左に派遣しよう。ちょっと右は一旦あれだな、仕方だな。ここはいけないとこなのか。おお、これだってさ絶対死ぬじゃん。ひどくない？何にもできないで死ぬよこれ。どうしようもなくない？これだって死んでった。さよなら、かげろ、すまぬな。先に御事様のもとに行っておるぞ。これ死んだな、完全に。敵っていうか味方になってないから。12か。ここ戦死者すげえ出そうだな。あー、かわされた。ただ絶対死なせたくないのが匠と、あとは、あ、死んだこいつも。あ、死んでねえ。のじめと匠は絶対死なせたくない。あー、さくらか。さくら硬いな。2しか食らわない。レベルが高いからこいつ。マジか。17って私が全然太刀打ちできねえ。これ匠も死ぬ恐れあるぞ、このままだと。
6か。どっちか、うん、1の方かましたか。微妙だな。敵の数も多すぎだし、主人公絶対死なない。匠防刃組ませよう。勝てましたか。誰が残ってる。あとモズメか。モズメと匠のペアだったらかなりの戦力として期待はできるけど、これやばいぞ。本当にやばい。こっちを貸してくれ。いってー、うわー、貸された。マジかよ。サイゾウ敵を取るんだ。打ち取った。お前どこ行くんだ、ふざけんな。こいつもね、上級職だからね、なるべくなら殺したくないんだよ。ただこいつの機動力が半端ないからな。サイゾウを説得してそのまんまあいつも動かせるっていうんだったら全然いいんだけど。こいつらで片付けちまおうぜ。うわマジか。 88% をかわしてきたか。リンカ死ぬな、これこのままだと。しょうがない。左上の部隊がかなり強敵だよ。モズメって防刃組んで、ちょっと交代、モズメを前線に出すしかないからな。結構食らうな。しっかりしなよ。ほら、よしよし。早く上級職に上がりたい。こいつらもさくらをな、やっぱり守っとかないとまずいからな。手裏剣で8食らうのは痛いな。おお、とりあえずこれでぶっ倒せはするな。脳天直撃だな。回復回復、まあ春でいいだろう。おお、狙われた。でも4か。あー、勝てなかったか。来た、リンカ死ぬなこれ。まあ壁にはなってくれたか。2とか。うわ、ヒットポイント30もあんのかよこいつ。異常だな。死んだ、これは完璧に死んだ。覚えてろよ。私の炎はこれで終わりか。さよなら。うわー、さくら助け立ちするよ。かわしてくれ。うわー、ダメだったか。銃食らうのか。急ごう。やっぱりね、魔法はね。おお、ナイスだ。よくもやったね。ほら11。援護するぜ。この2人もじゃないな。入れ替えよう。お前マジでどこ行くんだよ。まあ、ぶっ倒してくれるのはいいけどさ、死ぬなよ。安らかに。すげえ断末魔だったな。おお、早く話をさせてくれ。トーク会話。大丈夫ですか斎蔵さん。貴様ミカミックス、どうしてここに。え、助けに来たんですよ斎蔵さんを。さっきのろしをあげたでしょ。何のろしを。だがあれは助けを求めるものではないのだぞ。はい、知っています。鈴風さんがそう教えてくれました。あの呪しは敵勢力に襲われないよう逃げろと示すものだものだと。でもそれならなおさら放っておけません。信じてもらえなくても、敵だと思われていても、私にとってあなたたちは大切な人ですから。たったそれだけのことでわざわざこんな七まで来たというのか。俺たちを助けるために。お前にはかなわんな。裏切り者のやることとは到底思えん。さくら様の言う通り、よほどの事情があるのだろう。分かった、俺も共に戦ってやる。
カイゾウさん、今この場所にはカゲロウが、仲間の忍びが捕らえられている。おそらくあいつは龍馬様の居場所を知っているはずだ。それを俺たちに伝える途中で捕まったに違いない。どうかあいつを救い出してくれ。そんな、人質がいるのですか。わかりました、全力を尽くします。では仲間にも伝えておこう。共に戦う以上足は引っ張ってくれるな。ありがとうございます西蔵さん。よし、これでこれで夕霧はなんとかなんとか。まこいつをぶっ倒すか。いや強いな、やっぱりこいつも上級職だけあって戦力だな。1しか入らない。右はもうこの2人で突破していこう。左だな、問題はもうかなりの戦死者が出るよこれ。こいつそうか、弓だけど射程1であればダメかな。とりあえず殴っておこう、下から殴っておこう。9か、ほら。で風花がいけるな。よし、頑張ります、頑張れ。よーし、でこの2人はちょっと交代しよう。一応あれどうすればいいの、こうやって交代して攻撃をすればいいのかな。一応ガードが発生してるからな。オッケー、壁としてはいけるはずだ。モズメは常人がな、やっぱり強えんだよな。射程2からも余裕で攻撃してくるからな。まずこの鬼人みたいなやつなんとかするかな。いやー手裏剣食らうな。倒せるか一応。一緒に行くよ。くらえ、これでガードゲージが溜まってるから反撃はなんとかなりそうだな。さくら狙われるからな、なるべく端の方に行って持ち物で傷薬を使おう。よし、左もなんとかなりそうだな。かなりの戦死者を出したけど、うおー来たー、こっちに来るか。行って、やられた。風花も死んだか。待ち伏せで最後の一死、痛い。強いのね。ガハ、とりあえずじゃあこの風魔兵を倒すか。最悪こいつも死ぬな。当然だよね。まあただ常人だな、2人で倒せるかどうか。どうしよう、匠ヒットポイント少ないからダメだな。やっぱりこいつでなんとかするしかない。モズメは射程2から攻撃できるから、あ両方しても射程1から攻撃できるか。うわすげえ強え、全然減らない。死んじゃダメよ。とりあえず当たってはくれたか。よしよし、防刃めっちゃ大事だな。いくぜ、いくない、無駄か。よく弓で防げるような。回復ちょっとでも回復しておこう。本来なら匠を回復させたいんだけど、もうあと主人公と2人で攻めるしかない。こっちは主人公を前線に出しつつ、こいつはちょっとよし、こういうフォーメーションでいこう。あこいつももう防刃組もっかな。速さ3か、移動1上がる、いいね。8の2、大丈夫だな。まあ手裏剣はさほど攻撃力がないからな。敵ですよ、かわせ。よーし、痛い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 。モズメでいけるか、いけないか。
こいつは倒せないのか。あ、そうか、射程2で攻撃してくるんだな。2回攻撃ができないか。ハブとか吹っ飛んでった。これでどっちかが当たってくれれば、88と64どっちか当たるんだろう。よし、 OK。 とりあえずこっち落ち着いたな。めっちゃ戦死者出したけど、あと頼む、さくら回復しつつ経験値を稼ぐ。こいつはぶっ倒す。サポートいたします。おーらー、35。すみません、異常だな。おっと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 、こいつらの後射程範囲、左のやつこいつで倒そう。うわー、結構食らうんだな。攻撃力高えな。マジか、次食らったら死ぬんじゃねえか。ダメだ、やっぱり主人公一人に任せるしかないよ。おおおお、狙ってきた。こいつも常人か、形見る限り。いってていってて、痛い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 。ちょっと待てよ、この常人か。ぶっ倒すべきは常人。戦いこそ喜びだ。お、これは決まったな。いかに常人といえど俺の敵ではない。おお、経験値入る。あとはちょっとモズメをどうやっていけばいいんだ。こうやっていけばいいのかな。もうモズメとサクラだけだな、これ。匠を回復させたい。こいつちょっと危険だからここにいよう。無駄は禁物です。無駄無駄無駄。ギュンターもな、将来的には外さないといけないからな。これね、信頼度が C あるとさらに防塵が強くなるんだけど、ギュンターは信頼度がないから。そもそも設定が終わりです。おおおおおお、最強の攻撃が出た。135とか。完全にやっぱり強キャラを作った方がいいんだな、これ。あ、そうか、これ右から行かないといけないのか。あれ、ここにあいつがいる、小太郎が。これって制圧だっけ、目標。敵全滅か。ってことは宝箱開けてえな。こいつら来んのか。来るわけではない。持ち物で一応傷薬1個使っとこう。もうこいつをちょっと残しておいて宝箱を取りたいからな。宝箱の鍵とか、あれ持ってない。再造、再造に任せるしかないのか。そうするとこいつここにいて、なんかさ、思ったんだけど、ここでずっとダメージを食らいながら回復をさせる、永遠に回復できるんじゃないか。これでまあ10ちょっと入るからな。こいつも常人かもしれん。これダメージ食らってまた回復させると、まあちょっと杖がなくなっちゃうっていうのはあるけど、ほい、うまくいきました。お、いいね、上級職だから経験値がめっちゃ入るわ。匠に変えよう。なんとなく交代して待機か。で匠を回復させて、
まああと1レベルくらい上がるかな。何こっち狙ってくるのか。うててててて、やばいやばいやばい、くっつけてるとこうなるからな。大丈夫です。来てない。うん、レベルアップ、イエーイ、上級職の2。よしよしよし、めっちゃ早い。ちょっとこいつ傷薬持ってるから回復しとこうと。まだちょっと始末するまではあれだよな。あ、回復させるの忘れてた。もったいないもったいない。こいつどんくらいだ？あ、全然弱いわ。いける、さよなら。お前たちをすべて倒し、私は風魔公国の王となる。まずは手始めに貴様を葬り、王の力を見せつけてやろう。それはこっちのセリフだ。無駄だな、雑魚が。そんなバカな。私は風魔王国の王に。ガク、超経験値持ってる。いや、これ完全に主人公ゲーだな今んとこ。あれ、こいつここに行ってさ、再造にしてさ、宝箱取ればいいんじゃん。で交代して宝箱、すげえすげえ方法を見つけちった。マスタープルーフか。うん、まあそろそろ必要になってくるからな。じゃあ、あの左のやつは夕霧に任せるか。サポートいたします。効きはせんよ。回復回復、春また買ってこないとな。こっちじゃいけないから、あ、交代って動かないと交代できないの。このまま多分、あ、無理だな、待機しないとダメか。ま、一人ずつ確実に倒していくか。敵ですよ。ほいっと、勝てましたか。あいつ本当に動かないな、アホかっていう。いける。こいつ弓装備できたよね確か。持ってないけど今は。よーし、35。道を開けてください。お前で最後だ、観念しろ。これでいいんです。よーし、夏祭り。オロチはどうにもならなかった。何人死んだここの戦いで。よし、敵はもういませんね。カゲロウさんはどこでしょう。姉様、こちらです。この地下牢にカゲロウさんが。本当ですか。これ本来だったら今何人目なんだ。うちの味方は全然いなくなっちゃってるけど。ミコミックス様、なぜここに。あなたは龍馬様を、白夜王国を裏切ったはずでは。そんな。それは誤解です。ミカミックス姉様は裏切ってなんかいません。その証拠に私も匠兄様もこうやって一緒にいるんですから。そうであったか、ミカミックス様、お許しを。いえ、気にしないでください。カゲロウさん、ご無事で安心しました。無事だったか、カゲロウ。何、再造まで皆の者、なぜここに。お前を助けるために決まっているだろう。そんな、私などのために。私は忍びだ、任務で死ぬことは覚悟していた。だがこうしてまた皆に会えて生きていてよかったと思っている。これで私は龍馬様からの伝言を皆に伝えることができる。やはりお前は龍馬様の居場所を知っているのだな。ああ。みんな聞いてくれ、龍馬様はアンヤ王国にほど近いシュバリエ公国に向かわれた。シュバリエ公国だと、なんて言えば地震みたいになったんだ。さよ。あの地では今反乱が起きている。アンヤのやり方に耐えられなくなった民たちが反乱兵となり、アンヤの者と戦っているらしい。龍馬様は生き残った兵たちを味方につけ、アンヤに攻め込むつもりだ。相変わらずだ。我が主は無茶をするお方だ。
一刻も早く合流し恩義を守らねばな。姉さん、まずは港に向かおう。シバリエ公国に向かうなら船を確保しないと。わかりました。これから戦いには絶対に龍馬兄さんの力が必要です。それに龍馬兄さんならイザナ公のおっしゃっていた龍のこともご存知かもしれません。先を急ぎましょう皆さん。はい、というところで、まあ、仲間になった人もいれば死んだ人もいるっていう感じでちょっとパーティー編成どうなってんだ今っていう感じですけれども、第11章これで終了したいと思います。